はい、湧き清水から新しい水が来るんですけど、生物ろ過にも入れたいと思いますので、こちらの50の K のパイプを75K のパイプの交換したいと思います。まあ、普通の、 土地を公募制の、まあ、FRP ろ過装だったんですけども、黒く塗って、あとはその水の取り入れ口を、まあ、75パイの大きさ の取り入れ口に加工しました。はい、そして池から吸った、水を湧き清水という強制ろ過機に一旦、まあ、大きなゴミをここで取って、あとはまあこの FRP の生物ろ過槽 に水を入れることによって、まあ、大きなゴミとかヘドロとかがまあ入らなくて、極力掃除をすることないようにしました。はい、まあ、できればね、予算があるんでしたらポンプを2台つけてもらって、まあ、湧き清水から出 た池に戻る水はそのまま池に戻してもらって、この FRP の生物ろ過の方も新たにポンプを設けてもらってまた池に戻るという方法もいいんですけども、まあそんなに、まあ、この池でしたら8トンぐらいの池ですので、まあそんなに大きくないので、まあ湧き清水の、まあ、二重型のポンプ1個でしたらまあ普通に賄えると思いますので、まあ今回はまあポンプ1個でとりあえずしてみるということで家主さんと相談してそのような形でしました。後からね、ポンプ 2台つけられるように一応配管だけは2本 してますので、まあ、もうちょっと物足りないなとか、あとはまあポンプ2台つけたいなって後からなった場合はいくらでも簡単にポンプを増設することできます。これからろ過槽のろ材を、まあ、今入れてるんですけども、まあ今まで、まあ、これ古いろ過槽で今まであったここにあったろ過槽なんですけども、ろ材が多分2メーターのものですね、1枚ものをくねくねとこう曲げて折り曲げて入れてたと思うんですよ。まあ昔のやり方ですよね、30年前40年前っていうとそのぐらいの感じで、まあ、1枚のろ過槽を折り曲げて入れるっていうのが主流でしたので、今それをしちゃうとやっぱりヘドロとかが溜まっちゃうともう重くてこの土材っていうものを上げれない状態になるので、もうこのぐらいの大きさでカットしました。ここカットしてるんですけども、ちょっとこうやって丸く癖ついてるんですけどもカットしました。はい、でカットすることによって、まあ、洗いやすくなるのと、こうやって今簡単に上げれたんですけども簡単に上げれるようになります。これ1枚で作っちゃうともうヘドロが絡んじゃうと一切もう上がらなくなっちゃうので、まあ、掃除もできなくなっちゃいますので、まあ、このやり方が一番ベストだと思います。はい、間に波板を挟んであげます。こうやって間に波板を挟むことによって、まあ、水の通り道ができます。ここに波板と、まあ、ビニロックのろ材と波板とビニロックのろ材で、波板から水が下から上がってくることによって大きな、まあ、汚れとか砂とかは下に沈殿するようになります。で、上がっている途中にこのビニロックのろ材も微生物がここで繁殖するので、その微生物の力によって、まあ、水をきれいにしてもらうという作用があります。ですのでこの波板というのは必ず必要になります。やっぱりろ材同士をピシッとくっつけちゃうと目詰まりを起こして、あの水が通らなくなります。で、通らなくなった水はこうちょっと隙間こうやって空いてるところからしか水が上がってこなくなっちゃいますので、
そうなると全くろ過装が機能してないということになりますので、必ず波板を入れて隙間を空けてあげることによって、まあ、水がきれいになるということです。どんどんと進めていきたいと思います。はい、こんな感じで、ろ過装を入れました、はい、でこうやって隙間を波板で上げることによって、まあ、そこから水が上がってきて、あとはあちらの池の方に戻る、あの上水のきれいなところだけが池に戻るようになっております。はい、掃除するときはまずポンプを止めてもらってですね、ポンプを止めてもらうと、ここに水が溜まってるんですけど、このビニロックの露材にいっぱいそのヘドロとか、まあ、藻とかいろいろ付着してると思うんですけども、それをまあこうやって揺らしてもらう。今水きれいですけども、まあ、だいぶ汚れてくるとこの、ビニロックの汚れが水に移ってくるようになります。こうやってたまにこうクシュクシュクシュと上に上げたりとかしてですね、あとこっちも、まあ、左右に揺すってもらいます。揺すると水に汚れが一旦移って、あとはこの排水のバルブ、こちらに排水のバルブがありますので、ここをまあ、一気に開けてもらうと、そこに溜まったヘドロが一気に下水の方に流れていくというシステムになります。まあ、これはろ過装、どんなろ過装でも大体同じような構造をとっていると思います。